パンダの祖先は人間の出現より300万年以上前に現れた肉食獣だった。その後、地球には氷河期が訪れて、肉食の動物は食べるものがなくなっていき、どんどん滅びてしまったんだ。厳しい生存競争を避け、中国山岳地帯の奥地に生息していたパンダの祖先は、冬でも枯れず、一年を通し豊富に食べることができる竹を主食として選んでいたので、生き延びることができた。現在も食べ物の 99% は竹だ。でも、食べた竹や笹のうち、消化できるのはたった 20%。強力な顎ですりつぶしながら食べ、栄養分を吸収しても食べた量の 80% は糞となって排出されてしまう。